ファニーモールというサイトでですね、吉本芸人のグッズがガッとこうまとめられてまして、うんうんうん、で名前で検索してパンって押したらその人のグッズがバーッと出てくるっていうサイトがあるんですよ。まあグッズいっぱいいろんな芸人さん出してますからね。そう、それをちょっと見ていて、あ、この人こんなの出してる。全然入らないんだよね、でもグッズのお金。いやいや、それは売れたら入るでしょ。僕らがそんな売れてないだけで。そうなのかな。いや、わからん。これは禁断の企画かもしれんな。こんなの、まあ、とりあえず 見ましょうか。まずじゃあ、根建太一でいい。どういうこと？根建太一さんがソロでグッズ出してるってこと？あ、だからまあ囲碁将棋さんだね。だ個人名からもいけるってこと。あ、で大宮セブンのグッズが出てる。大宮セブンのグッズめっちゃあるやん。何これ、大宮セブン猫マスキングテープって。が猫になった可愛い猫キャラクターなんだ。なんじゃそれ。もっとアップ見してくれよ。トップ線じゃん画像。まあ、なんで拡大できねえんだよ。まあ、なんで拡大できねえんだよ。うわ、めっちゃあるで。トートバッグ、アクリルキーホルダー、クリアファイル、缶バッジ、全部大宮セブンね。コンパクトミラー、うわー、リングノート、ハンドタオル、大宮セブンって書いてあるわこのノート。はい、こんないっぱい出してんだ大宮セブンで。人気あるな。で、ね、囲碁将棋さん単体のグッズはこのステッカーのみです。俺らの見ようか、うん、ニューオカベ。ニューヨークよりニューオカベ。ニューオカベ見るか。カタツムリのニューオカベさん。ああ、カタツムリさんのね。カタツムリさんのステッカーになるのね。うん、やったらカタツムリだけでいいよ。いいよ。ニューオカベからそのシールたどり着ける動線確保線でいいよ。ニューヨークはいっぱいありますよ。わ、めっちゃ、あ、こういうのもあんだ。何これ、ハロウィンデコチョコ。はえー、これだって今じゃない。今だからじゃない。今だね。はえー、チロルみたいな。あー、99円。うわ、めっちゃいろんな芸人おるわ。あ、俺ら、あ、俺らはなんか知らんかった。それも知らずにめっちゃ作るからね。いや、多分ね、小川君はいちいち俺らに確認してくれてんのよ。でも俺らがもう、あーとか言って多分流してんのよ。あ、そうだ。うん。うわ、そうそうたる。アインシュタイン、EXIT、インディアンス、オズワルド、かまいたち、空気階段、シソンヌ、チームフリー、末広がりず、千鳥みたいな、もうすごい、そうそうたる面々の中。まゆりか。マユリカ人気あるよな。インフレだよね。本当にすごいよな。本当にすごい。シールシークレット缶コレクション。何これ。誰が出るかお楽しみのブラインド仕様、レモン味のラムネが入ったスライド缶ケースです。ああ、フリスクケースみたいな感じか。へえ。知らん。絶対言われてないから。作られてますやん。知らないって。知らん。でも俺らってやっぱ人気あるとされとんかな、こういうグッズの人らからしたら。どうなんだろう。フェイスタオルね。だからこういう、え、何これ、すごいじゃん。この シート、ステッカーシート、これこれすごくない。俺らだけのステッカーシートが、俺らのほらネタとか、マイフレンドフォーエバーとか、うん、ラッキーボーイとか、最悪や。これな、見た気すんな。100万回のありがとうとか、ほら、このネタまで入ってるね。このヤクザのデキネース兄貴とか、はえー、めっちゃ可愛いやん。あ、え、YouTube のあの猫のやつシールなってる。ほら、にゃんにゃんにゃんとか言って。いやいやいや、これはほら知らないって。いや、絶対俺らが見過ごしとんやって。いやいや、千人のネタとかやる。やってる、まさか。これやってるって。これいかついね。これすごいやん、ほら。これ何？ギョ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 とか。めちゃめちゃ可愛いやん。これめっちゃやん。しかも最近っぽくない？これめっちゃいいやん。これ俺らのファンめちゃめちゃ嬉しいやん。OK ですもあるし。どこ OK です？左上。ほんまや。ちょっと待って、これ。最近やで、これ。これ。てか、滑ったやつばっかりやな、よ、見たら。俺らってなんか芯から受けてないな。これ、あれ
これやばくない、このただただ自由の女神でフリーダムって書いてる。やば。これガチのニューヨークのステッカー。これやばいね。芸人じゃなくて。これはちょっと、な、至急何枚売れてるか調べて。小賀くん、この動画見たら。至急何枚売れてるか調べて。小賀くんに直接言えよ。なんでこの動画で知らせるの、うん、いつ販売されたか。あとは単独グッズね。あ、クリアファイル、俺の。こんなんあんだ。ナチュラルもまだ買えるって。あ、ナチュラル T シャツで、ボールペン。あ、これね。チケットホルダーね。ーで、ステッカー。あ、だ前のステッカーかな、これ。あ、で、ラバーストラップとかね。あ、なるほど、こんなもんか、我々は。なるほどね。昔のはやっぱもう買えないんだね。ニューヨーク水とか。水とか。ちょっと見取り図さん見ようか。あ、見取り図さん多そうじゃない。見取り図さんやっぱ今一番人気あるから。今一番多いんじゃないか。売り切れまくってる。うわ、すげえ。あ、でもこれだから YouTube のグッズじゃない。MDC って。本当だ。ディスカブリーチャンネルやろ。ぬいぐるみ。うわ、かわいい。売り切れまくってる。うん、あ、これはこの間の。ホテルキーホルダー。これこの間の単独。ああ、ホテル見取り図の。あ、かわいいね、これも。あ、ソックスも売れてる。これはこれも MDC だ。だから YouTube でやったんや。あ、これもホテル見取り図。ああ、ドアノンプレート。うわ、これ YouTube。キーチャームも YouTube の売れてる。おお、スマホリング。だから YouTube で出しまくっとんな。パンツ売れてる。レディースのパンツ出してる。え、ステッカーも売れてる。お前、ステッカーを、あ、カスカップル限定でやったんじゃないこれ。なるほどね。あ、だから自分らで結構いろいろやってはるんやな、見取り図さんは。イグジーは、イグジー。お前、とんでもないことになるんじゃねえか、イグジットなんか見たら。イグジットさん、それこそさ、ほら、アパレルとかやってるじゃない。イグナッツの、ほら、クリーピーナッツとの。え、これ番組じゃないの、イグナッツって。確かにな。ここで買えんねや、ファニーモールで買えるんや。ブランケットあるよ。ああ、吉本芸人ブランケットやね。ボールペン。まあ、だこの辺は吉本集がすごい面白いな。かまいたちさん見てみようか。かまいたちさん見てみよう。かまいたちさん今一番やばいんじゃないか。やばいね。え、川島オブレジェンドはいいって。いやいや、そんなしっかりしたって。いやいや、乗れや、ちょっとは乗れや。見たことか。死ぬほど昔のカンネさんじゃん、シール。どんだけ更新されてんねんだよ、これ。もう金田さんもねえわ、売り切れてたわ。うん、売り切れかよ、ね、あ、この時だからめっちゃ昔のやつだから、これ多分ピンとか合わんわ。ピンとだけは合わせてくれよ、せめて。なんでピンと合わねん。誰が買うねん、こんなピンと合わへんバスタオル。誰が乗ってるか分かんないよ、ピンと合ってねえから。なめんなって、そのね、誰が書かれてるか分かんない、お客さんの。ピント合ってねえもん。え、だって構えてたんね。構えてた。カツラ文鎮は逆に。カツラ文鎮。師匠つけろや。カツラ、いや、書いてろ。カツラ文鎮師匠のグッズも。文鎮師匠見てみる。うん。あ、まあ、そうか。ああ、毎度おきにタオルだ。なるほど、なるほど。師匠たちのタオルがあるんだ。が一枚。かまいたち。ロゴテイ。おお、いいね、これ。おしゃれ。かまいたちさんやっとんじゃない、そういうの。なんかやってそうだね。なんかほら、このかまいたちってアルファベット書いてるやつは、なんかそういうブランドっぽくない。あー、なるほどね。うわー、パーカー、アパレルだ、もう4ページもあるわ。めちゃくちゃあるで。はい、どうもポーチ。これは俺ら知らんですか。トランプ。あ、ツー。すごい。かまいたちの知らんけどトランプ、ツー。しかもツー。ファンクラブ限定のなんかもあるよ。あ、コミカイン限定。お前たちっていう、なんかあれじゃない、オンラインサロン的な。ああ、なるほど、これ限定全部売り切れです。いいね、お勉強になるね。和牛さん、和牛さん行っちゃおう。和田まんじゅうはいいって。渡里健太郎いいって。じゃあ渡里健太郎見てみようや。一緒やんけ、ファンやと。川島オブレジェンドさんと全く一緒や。昔のフルポンさんで、ピンターワイズね。一緒、ピンター合わせてくれよ、みたいのに。和牛さんはでも自らそういうオリジナルブランド的なのはやってないかな。やってなさそうやな。やってなさそうだね。あ、でもなんかやってる。あ、全部あれだ、全国ツアーのグッズだ。うん、シンプルやね、和牛さんの T シャツ。 T シャツシンプルですね。
うん、胸にこれだけかな、うん、バックプリントなし、あ、後ろはかっこいい、ね、あシンプルですよ、ポスターもかっこいい、これ何、うん、サーモボトル、あボトル、ええー、あなるほどね、ああトートバッグ、だから本当その当時のなんか旬な芸人でガバってこうグッズを作るんだな、本当そうだね、ああ、うん、見る、ああバイク川崎バイク、ああこれ売ったもん、ね、安くないもんね、ちょっと安いね、3410円であれ買えるのバイクさん着てると全く同じデザイン、はいはいはい、これ女の着ると可愛い、千鳥さんとかも山ほどあるんかな、ああ見てみようか、あだからこういうもうめちゃあるわ、めちゃある、ああ、うん、でも千鳥さん、あそんななかった、千鳥さん自らは何もしてないね、多分これして何も把握してないんじゃない、千鳥さんとかクッキーさんとかは、ああなるほどね、いやクッキーさんとかはなんかちょいちょい出してるイメージ、すごそうやな、え熊田正史さんはいいなんで押すんだよ、だからこうなるやん、つるっぱけだつるっぱけステッカーがある、ステッカーやっぱステッカー全員出るから、あんなつるっぱけやったっけ、うわなんか全然違う、ほら全然違う、ほらすげえ、ほらこれなルアー、指のルアーだ、指に集いし漁業の群れ、ルアーだ、面白い、めっちゃいいじゃんこのグッズ、ほんまの針なんかな、これ返しもついて、あールアーだ、指のコラボしとんや、そのルアーメーカーと、いいね、うわおもろ、これ釣れんのかな、あほらうわら、これこれなんて言って、これこれなんだっけ、これベアブリック、ベアブリック、ベアブリックか、これあ、これこれちょっと欲しいわ、いい値段する、ソフビもいいね、うん、GI どれぐらいのデカさなんやろ、これ欲しいな、超クッキーランド、あそう、え、これまだ売ってんのかな、売ってる、買おうかな、これかわいい、これ買ったら買っとこうか、2個落ち着けこれかわいいね、かわいい、これこういうのいいじゃん、おしゃれやな、でもまあそんな儲けないんやろうな、多分これ限定とかじゃない、うん、コラボで、やっぱクッキーさん独特やからいいよな、うわ、このスマホリングもすごい、めっちゃいいやん、ああなるほど、ランチトート。うわあ、ほらこれとか、ほらパンクドランカーズとコラボ T シャツも5500円、これもおしゃれやな、かわいい、めっちゃいいやん、クッキーって書いて、パンクドランカー、パンクドランカーズね、かっこいい、いいよ、色もなんか絶妙というか、あの見えへん、これなんか一個、あパンクドランカーズトレーナーも出してる、あーなんか飾っとるとこみたいな、そのどれぐらいの大きさなのか、今日は今日今日なんかやってそうじゃない、あ、やってねえよ、やってないよ、古かったね、これ昔のキョンやな、これ昔だね、あ、キョンおもろ、キョンの変遷がほら、キョンキョンキョンやで、3枚これおもろいわ、3パターン、デビュー当時と2020、この顔やったわ、似てるわ、やっぱこれ西村がいいね、変わってない感じも、うわ、キョン変わったわ、こういう感じに変わったね、はい、ということでございまして、はい、未だにね、僕らの単独も1個前とその前も変えるということでございますので、いっぱい出してましたね、皆さん、ぜひぜひよかったら、はい、T シャツとかね、今からでも間に合いますので、よかったら皆さん買ってみてください。